それではまたまじく第4回、第2部科学的アイヌ先住民族否定論第4話シャクシャインの乱について、お話しいたします。まず最初に前回に引き続きアイヌ服読本の編集員についてその業績の紹介をいたします。石黒文則さんといって切っても切れない方がここにいらっしゃいます。この方は何度も紹介していますけども、美瑛町の偽人骨、偽墓穴、そして猿仏、それからホルカ内、朱鞠内、その他道内各地で反日石碑を建てることに一生懸命な殿平義彦さんです。最近では自分までアイヌ気取りで、朝鮮人の慰霊祭をやっております。殿平さんたちの活動報告がホームページに紹介されています。平成16年には胡錦涛国家主席、それから金正日に活動支援の要請をしていると堂々とホームページで紹介しております。強制労働犠牲者を考える北海道フォーラムの現在のホームページからは消されています。で、小林千代美 NPO 東アジア市民ネットワーク事務局長、元民主党議員、現千歳市議会議員と同一人物なのかどうかは、この平常訪問した時のご名の小林さんということについてはちょっと確信が持てません。昨年のちょうど今頃ですね、北海道新聞に載った記事です。笹の墓標展示館っていうのは何度も紹介してますけども、東アジア市民ネットワークがその強制労働を考えるっていうね、その拠点となっている建物です。朱鞠内の旧建光寺、光建寺というお寺です。で、これをがどうも雪の重みなのか嘘の重みなのかは分かりませんけども、耐えられなくなって損傷したということです。どの程度の損傷なのか私もすぐに行って確認してまいりました。反日拠点の有志を皆さんもぜひ確認してください。この前側の庇の部分がガックリと崩れ落ちていました。このように桁が外れています。落下しておりますので、これはちょっと再建は難しいであろうとほっとして帰ってきたことであります。ところがですね、これがまた去年の12月の新聞ですよ。これを再建しようという、そういう市民団体っていうか反日団体が寄付を募り始めたのです。で、北海道幌加内町朱鞠内にある反日記念館ですね、旧光建寺、倒壊の危機に陥ったということを伝えた新聞に続いてですね、今度は、再建を目指して寄付を募るということです。早速ホームページを確認しました。ホームページを確認するとですね、いろんな人の名前が出てます。宗教団体や上村隆さんなんていうね、方も出てますよ。それから、肖像女、韓国のね、平和の肖像女、慰安婦像ですね、あれを作ったご夫婦、さらには、河村兼人アイヌ記念館館長、今度なんか2000万円ぐらい
国から補助金をもらって記念館を修復するそうですけども、まあこういう活動をしている人に国からお金が出るということが非常に問題だと思います。で、まあ大体中身を全部調べてみました。まあ私のところにある過去の反日活動をしている人たちの名簿と照合していきます。そうすると朝鮮人が30名、もちろん蔡公哲という朝鮮総連の北海道支部の重鎮が入っています。まあ宗教団体としては深川一乗寺住職の殿平さん、アイヌとしては川村健一さん、その他3名、でその他、教育関係としては上村隆さん、他23名、まあ、その他64名、合計151名がこの呼びかけ人になっております。でですね、このテッサ・モーリス・スズキというオーストラリア国立大学名誉教授が問題なんですね。この人はアイヌ政策はオーストラリアのアボリジニ政策同様にすべきだという、そういうことを主張している人です。まあアボリジニというのは、戦後になるまで人間として認められずですね、狩猟の対象にすらなっていた、そういう白人に迫害され虐殺された人たちと同じにアイヌを扱えと、こういうわけです。そしてですね、これが、去年の3月9日に札幌教育会館に、このテッサ・モーリス・スズキを招いて司会をやったのが石黒先生ですね、編集員です。まあ、こういうふうにして、みんな根底でつながってるっていうことをね、よく知っておいてもらいたいと思います。さあ、そういう人たちが各釈社員の戦い、これ戦いでなくても明らかにいらんですね。その1641年頃、鮭100匹と和人の米30キロくらいを交換してた。で、交換率がすごくその乱の時には悪くなったというんだけどもね、これ日本の歴史ずっと調べていくとですね、鮭自体は当時は利根川でも取れたわけです。で、非常に安価なもので、人足の弁当に塩引きとしてね、使われているほどでした。一方、米はね、非常に高価で、江戸の住み込み女中、あるいは召使い、中間ですね、こういう人が1日働いても、1年中働いてもですね、米は6俵、360キロ。で、ましてですね、この記録によると、この時期、米がね、2.4 倍に跳ね上がってるんですよ、不作に見舞われて。そういうことの背景がわからないままに、ただそのことを米、その鮭との交換率が悪くなったと、そういうことを書くわけですね。ですから、乱が制圧された後にね、鮭の100本と和人の米18キログラム、まあ、条件が少し良くなったっていうことなんですけども、これは単にね、米のが値下がりしたからに他ならないんですね。まあ、江戸時代、米相場の変動が激しくて、私もずっとこれで興味を持って調べたんですけども、大体10倍ぐらいは乱高下するということが分かりました。で、そこで幕府は、相場というものを理解できないアイヌに対してですね、大体このぐらいならよかろうというところに線を引いて一定にすると、そういうふうにしたわけですね。釈社員の反乱の直接原因は、アイヌ同士の縄張り争い、ね、こういうことなんですけども、米ではないですね。少し詳しく述べてみましょう。釈社員の戦いなんていうけど、これはもう乱そのものですね。で、経緯、まず最初、1648年、渋茶利静内ですね、の釈社員
まあ、これ元副長、副州長だったんですけども、はい、門別の鬼菱、これは州長です。その部下を殺したと。これで両地方の争いがずっと続いてたわけですね。で、1653年、その5年後、シブチャリ地方のメナシクル郡が、ハエ地方のシムクル郡、鬼菱にね、敗れて、そして、メナシクル郡の州長、科目隊員が戦死してしまった。それで、釈迦院が州長になったわけです。で、その2年後、松前藩が鬼菱、釈迦院双方を福山城に呼んで、今後争わないのように誓わせたんですけども、結局、またその3年後に釈迦院が、金堀屋敷ですね。で、鬼菱を騙し討ちにして殺して、両勢力の争いに火がついたと。これが第1幕ですね。そして、鬼菱グループが釈迦院の茶師、城ですね、に火をかけて、双方死者多数が出たと。それで、鬼菱の息子、法華清が、いとこ、ハロー、ね、法華清やいとこのハローが松前に調停を求めたが、まあ、断られたわけですね。なかなか、松前藩もそれだけの力はなかったということでしょう。で、鬼菱の家来、猿の宇藤も調停を願い、松前へ行った帰りにですね、これが、帰路天然痘にかかって死ぬということがありました。これを釈迦院は、松前藩が、毒殺したと、嘘の噂を流して、鬼菱グループを取り込んだという、そういう。で、釈迦院の乱の犠牲者数ってどれぐらいかっていうとですね、まあ、新撰北海道市の犠牲者数は正式には273人としています。内訳は武士が3人、他は一般人で、198人は他国の人だったという。で、東蝦夷錦、松浦武四郎の東蝦夷錦には犠牲者が400名以上。福山被布というね、これには、東蝦夷の犠牲者が270人、それから西蝦夷が150人、まあ、合計、420人余りだというふうにしております。まあ、この反乱というかですね、略奪行為ですね。これで犠牲になった和人の人数にね、この副読本は全く触れていません。この事実をもってしても、釈迦院が松前藩の圧政に立ち向かったという構図を描くには無理があると思います。これはですね、去年の9月8日、北海道新聞、子どもたちをですね、釈迦院ロードね、釈迦院が和人をですね、殺しまくって攻め上った、そういう経路を子どもたちに、歩かせようと、歴史を踏まえ多民族共生願うってね、420人以上の和人が殺されて共生願うって、ここを歩くことが強制になるんですかね。そしてしかも記事はですよ、不平等交易で困窮したアイヌ民族2000人を率い、冗談でありませんね。勝手にアイヌ同士で喧嘩して、松前の調停を断って、そして、嘘の情報を流して敵方を味方に入れて、一気に、松前を潰そうと。そういうことをしたわけです。現在広く紹介されている釈迦院の乱の経緯というのはですね、津軽一等史という津軽藩の情報収集に基づいて書かれたものなんです。ところがですね、
天明7年、釈迦の乱から90年後ぐらいですかね、古川小生賢という方がね、これ江戸幕府の巡礼に、巡視に来た。その時について函館にいた人がですね、この経緯を詳しく書いているんですね。東遊雑記に見る釈迦院の最後ということですけども、全く騙し討ちではないということです。読みますよ。この時松前公の家来に佐藤権左衛門という知遇ある者が、このことを予想して前もって漁師に変装してアイヌの地に入り、いろいろ工夫して釈迦院の下級兵士と測って、霹靂に、松前軍と対峙する釈迦院の陣に夜間忍び込んで釈迦院を視察したと。これは私の、現代文に対する翻訳ですんで、原文はこういうふうになっております。原文ちらっと読みますか。この時松前公の臣佐藤権左衛門とて知遇ある、しなり先達、先立ってこのことを計りて漁師の体にやつし、蝦夷の地に入り至りていろいろと才覚して社務社員の卒と霹靂において松前公の姓と先陣ありし時、合図を定めて社務社員が陣所へ、社務社員が陣所へ夜中忍び入りて社務社員を刺し殺して首を取りて松前公の陣に逃れ帰ると、こういうふうになっております。釈迦院の勢力っていうのはね、勢力って2つ勢力あるんだけど、27丁の鉄砲を所持していたということですね。松前藩は16丁。いかにですね、当時の釈迦院は優勢であったかということが分かります。そしてもう一つの勢力もなかなか大したもんで、この松前皮膚にはですね、釈迦院のその残された妻女、これが80人もいると。で、その親族一同が復讐するんじゃないかということを懸念する、そういう記載もあります。こういうことで、釈迦院の戦いとして副読本に紹介されている内容の実態は、広く世間に知られているものとは全然違うというふうに考えます。以上、今日は釈迦院の乱についてお話しいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また、科学的アイヌ先住民族否定論、よろしくお願いいたします。